弊社の機体はこちらエアロレンジクワッドというふうな機体です。特徴としてはガソリンエンジンジェネレーターを搭載しておりまして、そちらで発電をすることで飛行する、そういった機構を取っておりますので140分飛行することができます。バッテリーも併用しておりますが、そちらはサポートですね、エンジンの出力が足りない場合ですとか、何らかの場合でシャットダウンした場合でも安全に着陸ができるというふうなことを特徴にしています。もともとバッテリーのドローンだとやはりこう性能のいいものでも30分の飛行というふうなことで、やはりもともとドローンでお客様がやりたかったミッションというものはやはり長時間ドローンでこそ実現できるものだというふうに思ってますので、昨今、というか目視外飛行が、実際に、法規制の観点でも実現されようとしている中で、長時間飛行ができる機体というものがお客様の、ソリューションに役立てていただけるものというふうに考えています。こちら今、出しているものが送電線架線を追従する仕組みになっています。こちら下につけている仕組みは空撮サービス様というふうなところが開発したもので、送電鉄塔の直上まで飛んでいった上でですね、その場で送電線を捉えてそれを追従したまま次の鉄塔まで点検をし続けるというふうなことができます。で、右側のものは ALI テクノロジーズ様が開発をされているドローンの飛行管理のプラットフォームの仕組みを搭載しています。もともとオリジナルの機体でテストをされておられたんですけれども、これから実際に、運用がされるという中で、他社の機体を使ってテストをするというふうなことで我々の機体を選択していただいて、テストをするというふうなものになっています。でこれを搭載した上で我々とですね、ALI テクノロジーズとあとマレーシアのエアロダインというふうな会社とコラボレーションをして、大規模なテストをするというふうな状況になっています。